リンズの振ソ袖リンズとは、シュスオーに、シュス式の裏組織で模様を織り出した、絹織物の一種。ドンスと似るが、ネリ糸を使うドンスと異なり、キートを用いて織り上げた後に精錬作業を行う。薄手で呪紋が目立ちにくく、ドンスに比べると柔らかい質感がある。艶があり滑らかな生地で、女子の着物、特に訪問着などの礼服のほか、長襦袢、打手りなどにもよく用いられる。 中国では、通説では宋代には、出組織が考案されたと考えられており、元の時代に書かれた、大元聖聖国朝天章には、江南地方でドンスが折られていたという記述がある。明の時代になると、ドンスはより広く折られるようになり、技術も向上した。日本では、当時流行していた茶道に使う古草や私服に用いるために、盛んにドンスが輸入されるようになる。 ただし、これらの名物列の中には、樹高ドンスなど、平織や綾織のものをドンスと呼んだ例も多く、縦糸と横糸の色が違う高級織物の総称として、当時の高級織物であるドンスの名を使っていた可能性もある。天正年間、明の職工が境に、林図の技術をもたらし、林図の国産化が開始した。 慶長年間に京都で日本人好みの衣装を取り入れて林図がおられるようになると林図の人気は爆発的に上がり、それまでは主に小袖に用いられていた練り抜きを駆逐するほどになった。ありがとうございます。